さらに先にある山頂からはオベリスクが見える。フレイヤはそこにいる。順調に回復しているようだな、ネメシス。単刀直入に言おう。サーガ様からの伝言だ。あなたに説明しておかなくてはいけないことがある。我々はあなたの敵でもなければ敵でもない。ただ人類が直面する危機や将来の懸念を考えれば、貪欲にオムニアムを求めるハガードとは対立せざるを得なかった。モラルや矜持で理想を実現できるわけではない。手段を選んではいられない。そもそも、第三次タイムリバースが成功していれば、この星の傷跡を、すっかり消し去ることができたはずだ。我々による傷か、ハガードによる傷かを問わず。ネメシス、多くのことを思い出したのなら、考えてみてほしい。幼い頃から経験してきた悲劇が、オムニアム悪役の歴史とともに存在しなくなるということ。話はここまでだ。本題に入るとしよう。伝言？アイダの子は、かつて失われた大陸ヴェラを不完全ながら観測した。ハガードもおそらく、時空乱気流内で再び観測エリアに入ったヴェラに何らかの行動をとっていることだろう。時空乱気流内の他の場所？それって…これをどう解釈して何をするかは、あなたの自由だ。言っておくが、我々と違い、サーガ様はあなたに大きな希望を抱いておられる。頑張ってくれ。私、勇気を出して、すべての現実と向き合いたい。兄さんを取り戻すためには、決心だけじゃなく、やるべきことがたくさんあるよね。どうか。一緒にいてくれないかな。また戻りたいの。